桜色だし。やめてしまった、本当やめてそういう。てか何やってんのあんた。ちょっと待って、あんたさ、何してんのよ。いやいや、ちょっと待って、今の B だろ、本当に。桜色だしってなんすか。何話してたんすか今。何やってんですか。何やってるって。なんで分かるじゃないですか、僕がここにいるってことは。え、侍？当たり前じゃないですか。そんな侍に決まってるじゃないですか。あれですね、大体こういう時っていうのはね、良くない流れなんですよ。で、なんすか、なんでいいんすか。なんでいるっていうか、なんでそんな今日おしゃれしてるんですか。ちょっと撮影があったよ、侍も、おしゃれじゃない侍とおしゃれ侍がいるらしい。どうやら俺、おしゃれ侍に任命されたらしくてさ。ニューバランス、これは今日の撮影のセレクトで入ったやつですか。むしろ、はい、僕がスニーカーを好きっていうのをメインにしてくれてる。スニーカーに合うコーデ、はい、プラス大食いもできるっていう。ちょっと逆にかっこよくなっててがっかりする。え、何？でもこんだけおしゃれしてるから、せっかくだったらご飯を食べに行きましょうよ。ああ、もちろん。桜ちゃんと一緒に行きます。行きますよ。え、桜ちゃんも行ってくれます。食べたいです。もうお腹空いて、そうなんですよ。だから今日は侍はもうおしゃれしてグルメ会、さくらさんと一緒にご飯を食べようの会っていうので迎えに来たんですよ、僕は。さくらちゃん、今さ、小川優馬のインタビューを聞くとすごいいい話だけ聞こえるじゃん。パッと見そのいい感じに聞こえるじゃん。これ一つは1ミリぐらい心にちょっと疑心暗鬼だと思ってた。侍ってそういうとこあるから、そこはちょっと残したらいいで、言っても今日さくらちゃんいるんで、そんなことできるはずないじゃないですか。だって普通にですよ。だってさくらちゃんいて、そんなてってれい系やったらどうなんねんって話じゃないですか。疑心暗鬼になりすぎて。そうそうそう、若干ちょっと引いてたもん。あ、すいません、おばあさん。いや、とんでもない、とんでもない。代表グルメで。おお、マジでいいっすか。はい、行きましょう。じゃあ行きますか。おっす、うっす。お久しぶりです。何してんの。あ、ちょっと一旦ちょっとお客さんに一回ちょっと外の方に行きましょうか。なんか変だなこの流れ。何やってんのっていうか、今日マックスさんなんか撮影どういう内容で聞いてます。え、おしゃれ侍が美女とご飯を食べる。あ、そういう説明したんですか。一応マジでこいつハメやがった、マジで。ちょいやがったけど、マジで。このお水さん、マックスさん見覚えないですか。知ってる知ってる。あ、知ってます。俺一回チャレンジ名義で来させてもらったベラスさん。これめっちゃうまいステーキ。です。今回ちゃんは来たことある。初めてです。初めて。さくらさんも初めて。はい。今回はですね、ステーキハウスベラスさんということもと、お二人にはデカ盛りのステーキを食べていただくんですけれども、はい。さくらさんと一緒に食べていただこうかなと思っていたんですが、こちらディスタンスの流れがすごい最初に推奨されていらっしゃるので、まあね。で、さくらさんも別宅で。あ。なのでマックス鈴木さんはこの後すぐで食べます。いや、何言ってるか分かんない。今日俺さくらちゃんと楽しく食べる。いや違います、さくらさんはこの後は食べません。それマジで言ってんの、はい、だってそんな俺一人で食ったって面白くないじゃん。そこちゃんと用意してますよ。マジ最悪だ。最悪だマジで。まあ一旦ちょっと、まあ、内容をお話しさせていただくと、今回ベラスさんの方で、デカ盛りのステーキをご準備いただいて、で、さくらさんは4キロのステーキ、4キロのチャレンジメニューかな。そうですね、4キロのチャレンジメニューなんですけど、さくらさんにはチャレンジとか抜きにして美味しく食べていただいて、ただマックスさんが実は1回もチャレンジされてらっしゃるんですよ、ね、はい、してます。ということなので、ベラスさんがですね、ちょっとチャレンジに燃えておりまして、チャレンジメニューをさらに改良した今回5キロのチャレンジメニューをやっていただこうかなと思います。ちょっと何言ってるか分かんないんだけど。12分残して完食してるんです、あなた。12分も残してました。残してます。で、このちょお話しさせていただいたら、新しいお肉が入りましたと。それを1キロ追加していただいて、30分お時間そのまま、なんと5キロ。30分5キロ、はい、結構ちょっと面白いんじゃないですか。戻ってきた。そう、ただ、いつも通り食べきったら完全無料なんですけど、失敗した場合は1万5000円をお支払いしなければいけません。これはルールです。いや、それはもちろん払いますよ。ただあっちも真剣に来てるってことだから、僕もそこ真剣に行きますよ。お、ちょっと侍っぽくなくなっちゃうかもしれないけど、いいですか。それは全然全然ゴチ侍でやってくださいよ。マックス好きなチャレンジ見たいよって方はチャンネルこのままで、はい、おっさんが食べてるとこ見たくないよ、美人の方見たいよって方はさくらさんの方見ていただけます、はい、それ俺もさくらちゃんのチャンネル見るわ。ダメだよ、自分の動画見ないで。ダメだよ、だってさくらちゃん可愛いんだもん。あとちなみにカメラスイッチを押したら僕らさくらちゃんの方行くんで、一人で頑張ってください、はい、え、俺もさくらちゃんの方行っちゃう。ダメだよ。ダメダメ。さくらちゃん、今日よろしくお願いします。美味しく召し上がってください。はい、鈴木さん、もろもろ整いました。え、
はい、それ向いていいってことですか。向いていいっすよ。無言じゃないですか。これで合計5キロです。え、これギャグですかね。はい、ギャグですかね。ガチです。ガチです。とちなみに、はい、それぞれのグラム数的なのって分かる。お肉が全部合わせて、はい、2.8 キロ。あ、これは牛と鶏ってことですか。そうです。全部合わせて 2.8 キロ。お米の方が1200、うん、あとコーンが500、ブロッコリーが500っていうのに。計5キロ。はい、計5キロ。はい、1キロ増えるだけこんなに増えるの。いや、結構これ視聴者から伝わりますかね。これ本当にイエアのこと言っていい、はい、これ完食のイメージができてない、完食、正直。あ、どうやって食べ進めようかってずっと考えてる。なるほどなるほど。いや、でもダメだ、この冷めたりあれしたら即席制度じゃない。でもこれもう、あれ、このまま流れていっちゃう感じ。あ、いっちゃうですか。じゃあ、ベラさんのからのリベンジチャレンジメニューということで、バクシーさん5キロ30分のチャレンジでございます。ちょっとガチ折りの内容になりますが、よろしくお願いします。5、4、3、2、1、0、スタートで。いただきます。いただきます。
ごめんなさい、ちょっと抜きをですね、どうですか。あ、こっちもか。はい、念のため、すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。はい、とんでもないです。ありがとうございます。よいしょ。カメラ大丈夫これ。全然大丈夫です。はい、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 Thank you.
てもマックさん気をされて何も喋れず。Thank you.
に15キロです。
残り10分です。半年後ぐらいにまたリベンジとしてやらせていただければ。だから前回もそんな感じの話だったでしょうね。本当に実現してる、はい、確か前回が2019年の10月で、以前お話しさせていただいた時にリベンジさせてくださいっていうのを伝えてたんで。あ、なるほど、はい、またこういった形で、はい、おー、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構さながら緩くやらせていただいてますけど、ここまでガチの、メインちゃんに近い形でしたね。ちなみにちょっとごめんなさい、野暮な質問かもしれないんですけど、お腹周りとかどうですか、苦しくないですか？全然苦しくない。失礼しました。あ、全然苦しくない。だってまだ全然夜もほら、あ、本当だ。あ、全然あるですね、うん、お腹こんだけ膨れてるのに。本当だ。え、でも本当だ。ありがとうございました。ありがとうございます。マジでやりやすい帯。本当ですか。ファッショナブルかつ帯できるっていう、たまらん、たまらん。ありがとうございます。乳首立ってんねんけどな。いや、赤番だからね。赤番だからなんじゃねえんだよ。